松岡正弘扮する女装した火星夫三田園さんこと三田園薫が活躍する痛快覗き見ヒューマンドラマ火星夫の三田園。この度シックストーンズから高地優我のゲスト出演が決定した。今年1月にリリースしたメジャーデビューシングルはミリオンを達成。歌番組のみならずバラエティ、舞台、CM など幅広いフィールドで活躍を見せるシックストーンズ。これまでも数々のドラマなどへの出演を続けてきた高地さんは火星夫の三田園でテレビ朝日のドラマに初出演。以前2018年の同作第2シリーズ第1話にはシックストーンズのメンバーであるジェシーも出演したことがある。今回の第4シリーズ第3話で高地さんが演じるのは三田園たちの依頼人である航空会社社長の運転手国木田洋平。一見勤勉で従順な運転手のようだが実は社長令嬢である桜と密かに付き合っていることが分かってしまうという物語でも重要なポジションを担う役割。どうやら二人は両親に内緒で家を出ようと画策しているようで、社長令嬢と運転手という身分違いの恋に果たしてどのような結末が訪れるのか。本作への出演にマジかと驚きながらも本作に出演できることに嬉しさもあったという高地さん。撮影現場では松岡さんの三田園姿に初めて間近で見た三田園さんがすごく綺麗ですごい迫力かっこ笑いと圧倒されつつも芝居のアドバイスをもらうなど貴重な体験をしたよう。またこの役のために3年ぶりに黒髪にしたがなかなか言えなかったそうでようやく言えましたかっこ笑いと笑顔。ジェシーに続いて二人目の出演ですが彼も美味しい役でしたが僕も今回はちゃんと美味しいところをいただきましたと話し国木だとしても見せ場があると思うので全力で頑張りたいと意気込みをコメント。さらにシックストーンズストーンズをいじられるところがあるので見逃さないでくださいねかっこ笑いとアピールした。5月8日金曜日放送第3話あらすじ航空会社社長花田作次日渡し真嗣の自宅に派遣された三田園薫松岡正弘と霧島舞飯出麻里絵そして村田光伊能聡。花田家は作治が元パイロット妻の百合子は元 CA 娘の桜はグランドスタッフというまさにフライト一家だった。特に、ゆり子と、桜は、母子でお揃いの服やバッグを身につけるなど、姉妹のような関係が、SNS 上でも話題に。桜の婚約パーティー準備のために呼ばれた、舞たちは、二人の仲の良さを目の当たりにする。
しかし、パーティーの準備が進む中、ユリコが着るはずだったドレスが黒いクレヨンで汚されるという事態が。三田園の起点で、どうにか窮地を脱するも、ユリコと桜の間に流れる空気に、ある種の違和感を抱き。やがて三田園は、婚約中のはずの桜が、作治の運転手、国木田洋平、高知優吾と、密かに付き合っていることを知る。三田園の策略により、桜が、婚約者以外の男性に思いを寄せていることを、察知した百合子は、その相手が国木田であることを突き止め、桜から国木田を引き離したい百合子は、まさかの行動に出る。火星夫の三田園は4月24日より、毎週金曜23時15分テレビ朝日系24局ネットにて、放送、一部地域で、放送時間が異なる。高知さんの、こうは、正しくは、はしごだか。